アマチュアレスリングは、オリンピックの正式競技にもなっている、格闘技、スポーツ。国際競技連盟は、世界レスリング連合、正式名レスリング、別名アマレス。プロレスと区別するために、アマチュアレスリングと呼ばれることがある。だが、世界レスリング連合は、プロレスラーやプロ格闘家の参入を制限しておらず、プロフェッショナルとアマチュアの区別がないことから、 レスリングとも呼ばれる。競技のレスリングは、世界レスリング連合が管轄するルールのうち、オリンピックで競技が行われている、フリースタイルとクレコローマンスタイルを指しており、これらの総称として、オリンピックスタイルレスリングと呼ばれることもある。原型となるレスリングの正確な起源は不明だが、起源前3000年にはすでに競技として成立しており、 文武両道を胸とする古代ギリシャの名門家では、大移行としても奨励され、紀元前427年生まれの哲学者プラトンも、若い頃は大会での優勝経験があるなど、この頃にはすでに確立されたメジャーなスポーツであった。古代オリンピックでは人気競技であり、他の競技よりも優位性があった。また、パンクラチオンや古代ギリシアのボクシングなど、死傷者が当然のように出る。 他の格闘競技と比べると安全であったため、五種競技の一つとしても導入された。古代オリンピックの終了とともに一度は下火になるが、第一回近代オリンピックで採用されると、ルールを変更することなく採用され続けている。女子レスリングは1970年代に欧州で始まり、1985年にフランスクレルモンフェランで初となる。 国際レスリング協会認定の女子国際大会、ロジャーグーロン大会、続いて初の世界規模の大会、世界女子フェスティバルが開催。1987年から世界選手権も開催され、2004年よりオリンピックに追加された。競技開始に必要な費用の少なさ、シンプルで確立されたルール、長い歴史により充実したトレーニング方法と指導者により、 世界各地に広まっている。また格闘競技の中では比較的安全性が高いメリットもあって子供の競技としても盛んに行われている。フリースタイルとグレコローマンスタイルの二通りのルールがある。どちらのスタイルにおいてもポイント、勝敗の判定に違いはないが以下のようにルールが異なる。フリースタイルにおいては全身を攻防に用いることができる。そのため レッグダイブを中心とした素早い試合展開になる。これは18世紀頃イギリスで流星していたキャッチャーズキャッチキャンのルールに由来する。2020年現在女子はフリースタイルのみ行われている。グレコローマンスタイルにおいて競技者は腰から下を攻防に用いることができない。そのためスープレックスなどの投げ技中心の試合展開となる。 このルールは古代ギリシアや古代ローマでのパンクラチオンのルールに由来している。グレコローマンはギリシアとローマのという意味である。いくかのルール変更を経て2019年現在は1ピリオド3分を2ピリオド計6分で行い、ポイントも2ピリオドの合計で争う。ポイントで発展差がつくとそこで勝負は決まる。またパーテールポジションは腹ばい状態から開始される。 世界レスリング連合が管轄するレスリングのルールは、他にオリンピック被災用のパンクラチオン、グラップリング、ビーチレスリング、ベルトレスリング、ホークスタイルレスリングが存在する。かつてはサンボも管轄していた。マット上にある直径9メートルの円形内で、二人の競技者が互いに組み合い、相手の両肩を1秒以上マットにつけることで、勝敗を決する。 以上のように時代によって細かな変更はあるが、両肩を地面につける、打撃、関節技や締め技の禁止という基本ルールは期限、前の頃から変わっていない。国際ルールでは、総試合時間6分。2008年北京オリンピックへ向けて、ルールが一部改定され、2分ずつ3ピリオドを行い、各ピリオド終了時にポイントが多かった選手が、そのピリオドを獲得し、 先に2ピリオド獲得した選手が勝者という方式となったが2012年どんどんオリンピック後の一連の改革で再び合計ポイントを争う旧方式に戻された。判定に不服がある場合にチャレンジによってビデオ判定を要求することが可能である。チャレンジで判定が覆らなかった場合は相手に1ポイントが与えられると共にチャレンジする権利を失う。年齢。 体重別に階級を定めて争われる。階級名を通常数値が使用されるが、ボクシング同様の階級名が付けられることもある。階級数及び数値は時代に応じて変更される。オリンピック、世界選手権、地域総合競技大会、大陸選手権、国内選手権では規定通りの階級で行われるが、それ以外の大会では、 ワールドカップなどにキログラムオーバーまで認める大会も一部存在する。我が定めるトーナメントは敗者復活戦を併用したノックアウト方式を採用。ファイナリストに負けた選手が敗者復活戦に回る。準決勝で負けた選手から順にシードされ、ステップラダー方式で3位を決定する。なお、3.5位はそれぞれ2名存在し、4.6位はない。 3位決定戦が2戦実施され、勝者は3位、敗者は5位となる。ただし、7位以下は、勝ち点の合計で決める。チーム対抗の成績も、勝ち点で決められる。勝ち点は、以下の通り。5点、ホール勝ち、警告勝ち、危険勝ちなど。4点、第1、2ピリオドとも、テクニカルホールで勝利。3点、2から1、2から0などの判定勝ち。1点、 ポイントをダッシュしての判定負け。0. ノーポイントの判定負け。一部の大会では、一般的なノックアウトトーナメントなど異なる方式を採用する場合もある。イヤーガードを装着した選手ヘッドギアを装着した選手古代オリンピックでは裸体であることが義務であったが、現在の選手はシングレットと呼ばれるワンピース型のユニフォームとレスリングシューズを着用して、 試合を行う。止血用の白ハンカチ傾向も義務付けられている。義務化されてはいないがマウスピースを装着する選手が多い。ジュニア世代の大会を中心に、次回決死対策用のイヤーガードや、ニーパッドを装着する場合もある。公式戦で使用するシングレットは、青と赤に分かれ、コーナーの色によって決まる。なお、少年少女レスリングでは2001年に、 赤青の色分けは廃止された。男子のシングレットはローカット型と規定されていたが、シドニーオリンピックの頃よりハイカットも可能となった。女子の黎明期は特に規定されておらず、統一されていなかった。T シャツにローカット型シングレットを重ねる選手も存在したものの、ショートパンツ、またはブルマーが主流で、後にレオタードが増え、中には水着を着用する選手もいた。 そして、世界選手権が始まると、男子同様のシングレットに統一された。ただし、国内選手権はしばらくレオタードが中心だった。ファッション性のないデザインが若者から支持されず、人気を妨げる要因となっているとの指摘があり、2010年代中頃から、アメリカの一部の州が、ラッシュガードとボードショーツの着用を、試験的に採用し始めた。これにより、 ウィスコンシン州の中学生のレスリング人口は倍増した。他の州でもシングレットを廃止する動きがあり、全米レスリングコーチ協会が2016年にジュニアコーチを対象に実施したアンケートでは回答者3436人のうち75%がルール変更に賛成した。また、ジュニア選手の約7割が練習儀としてシングレットを使用していない実態が判明した。 同様の問題は日本でも起きており、2020年には宮田和幸らが SNS 上で競技人構造化のためのルール改善を提言した。実際に女子ジュニア王者がユニフォームを理由に引退した例がある。山本聖子もマスターズ大会での復帰を躊躇する理由の一つであると答えた。柔道家のアントン・ヘイシンクはローマオリンピックのレスリングに出場しようとしていたが、 サーカスレスリングの経験のあった彼はプロ選手と判断され出場は叶なわなかった。国際柔道連盟では問題となっていない。1964年東京オリンピックの柔道に出場し金メダルを取っている。20世紀第4四半期以降、日本では柔道、相撲、ボクシングのアマチュア競技者がプロ工業へ出場する際の規制は厳しく、現実的には その競技を引退して出場することになる一方、アマチュアレスリング大会は、プロレスラーや他の格闘技競技者の参戦も許容されている。しかし、世界的に見れば、オリンピックでのプロ解禁は、柔道と同じ1992年のバルセロナオリンピックからである。また、2009年には、日本レスリング協会が中心となり、プロアマ問わず多くの格闘技団体を巻き込み、 日本格闘競技連盟を創設した。また、ドイツブンデスリーガや2002年から2007年にかけて活動したアメリカのリアルプロレスリングなど、プロ選手同士のアマチュアレスリングを行う興行も存在する。世界最大のプロレス団体である WWE においても、2006年のジャック・スワガー、タイト・ミードリーマー戦などが、 アマチュアレスリングに準じたルールでの試合が行われたことがある。本節ではプロレスラーやプロ総合格闘家がアマチュアレスリングに参戦した例を挙げる。レスリングは近代の夏季オリンピックで前述の変遷をたどりながら第1回からリオデジャネイロオリンピックまで競技種目に組み込まれている。しかし国際オリンピック委員会では2012年ドンドンオリンピックの 終了直後に会議を開催。東京都が開催地の招致に名乗りを挙げていた2020年夏季オリンピックでレスリングをオリンピック種目から除外する可能性を協議した。その上で2012年9月12日にスイスで開いた理事会において中核競技にあたる25競技からレスリングを除外することを決めた。この理事会では中核競技から除外すべき競技を 徹底的決戦投票を X ハウスティブ・バロットで決定。レスリングは近代五種、ホッケーと争い、最多の発表を獲得し、中核競技から除外すべき競技に決定した。ロンドンオリンピックで実施された26競技のうち、このお理事会で中核競技から外されることが決まったのはレスリングのみ。IOC が2013年2月12日付で公表した投票結果では、 4回の投票ともレスリングの得票数が最も多かったことが判明している。これに対してフィラでは2013年2月にプーケットで開いた理事会でラファエル・マルティニティ会長への新任投票を実施。上記の除外決定を背景に不信任票が信任票を一票差で上回ったためマルティニティを会長職から事実上解任することを決定した。さらに 同年5月の会長選挙までの暫定措置として、ネナド・ラロビッチ理事を会長代行に選出。2020年夏季オリンピックの開催都市及び中核競技外の競技から、同オリンピックでの追加競技を決める2013年9月8日の IOC 総会を目標に、レスリングのオリンピック競技存続に向けた活動を開始した。ラロビッチは2020年夏季オリンピックで、 レスリング競技を存続させるための条件として、性別、スタイルごとに異なっていた体重区分の階級数を6階級へ統一することを IOC に提案した。また、フィラでは2013年5月にモスクワで臨時総会を開催。ラロビッチの会長就任とともに、以下の内容を含む検証改正、ルール改正案を正式に決定した。さらに、 改正の対象になった競技ルールについては、総会開催日の5月19日から新ルールを即時採用。攻撃権の抽選制度については、抽選で攻撃権を得た選手が有利になることが多く、競技としての公正さを欠くとの指摘を踏まえた上で、2014年から廃止されることになった。IOC は2013年5月29日に、サンクトペテルブルクで開いた理事会で、 中核競技外の競技から2020年夏季オリンピックへの追加競技の最終候補として、レスリング、野球、ソフトボール、スカッシュを選出。9月8日に、ブエノスアイレスで開いた総会では、以上3競技の代表による、プレゼンテーション、質疑応答を経て、追加競技を1競技に絞り込むための投票を、徹底的な決戦投票方式であるエクスハウスティブ、バロットで実施した。 一回目の投票の結果、投票総数95票のうち、レスリングが過半数の49票を獲得。前日の総会で正式に開催が決まった2020年、東京オリンピックにおけるレスリング競技の存続が決まるとともに、IOC の規定で2024年の下級オリンピックでも競技が実施されることになった。フィラでは2013年8月9日に、モスクワで、 理事会を開催。体重区分を今後協議することを条件に、ラロビッチによる前述の階級数統一案を、リオデジャネイロオリンピックから正式に導入することを決めた。2020年夏季オリンピックに関する実施協議報告書では、同オリンピックからの導入を前提に、体重区分を以下のように変更することをフィラに提案していた。なお、フィラは12月17日に、 リオデジャネイロオリンピックで実施する階級区分を以下のように発表。吉田沙織がオリンピック世界選手権を通じて14連覇を達成してきた女子 55kg 級が消滅したほか、上記の区分案から階級区分の一部が変更された。なお、吉田はこの発表を受けて新設の 53kg 級でリオデジャネイロオリンピックに挑むことを表明。今後も 選手や競技団体によっては、吉田のように階級への対応を変える、可能性がある。ありがとうございます。